桃山県一、桃山県一、桃山県一、1909年、龍弘氏3年10月28日から1990年、平成2年12月21日は、日本の皇族、陸軍軍人。陸氏42期、陸大51期。最終階級は、陸軍中佐。大韓帝国の利王家の出身で、元の名は利県、利県、イコン。 李氏朝鮮第26代国王、大韓帝国初代皇帝、高宗の孫、イボ帝に、広島の原爆で被爆死した、李、イボ妹に、李海縁がいる。高宗の後南で順州のイボ帝である、義親農理の長男として、韓国併合前年の大韓帝国に生まれた。韓国併合を受けて、皇族としての教育を受けるために幼少時に土日し、学習院中等科を経て、 1930年、昭和5年に、陸軍士官学校を卒業し、42期、陸軍騎兵将校となる。同年、父の隠居に伴い行為を継承する。1938年、昭和13年に、陸軍大学校、51期を卒業。1931年、昭和6年10月、騎兵将位時代に、海軍大佐、松平豊。 松平よりとし白釈の十軟の長女で、白釈広島島光の養妹妹の聖子、吉子、戦後に吉子と字を改めた、1911年から2006年、と見合い結婚した。陸軍大学校兵学教官、陸軍中佐として、終戦を迎えた。終戦後、朝鮮半島南部に建国された大韓民国や、北部に建国された朝鮮民主主義、 人民共和国には行かず、東京で日本人として生きることを決意する。1947年、昭和22年5月、新憲法発布に伴って皇族の未位を創出すると、桃山県一と名乗った。妻、聖子も、字を改め桃山よし子となり、二男一女もそれぞれ日本風の名に改名した。1955年、昭和30年、 日本国籍を取得して、桃山県一が、古籍名となる。父、李の散財によりもともと資産が乏しく、終戦時の東京邸には5万円の現金しかなかった。上、新憲法発布によって、日本政府からの歳費が途絶えたため、区内省、新憲法下で、区内府、区内庁に、海蘇から内密で、毎月1万円を送られていたが、間もなく、GHQ に知れて、 送金を停止された。陸軍将校のため公職追放にもあっている。このため、渋谷駅のバラック建ての一角に三坪余りのおしるこや桃屋を開業した。このほか陸軍大学校でドイツ語の兵学教官を務めた、経歴を活かしてドイツ語の翻訳業に転じたものの、注文は少なく、その後は農園経営や当社版のガリ版書き、書籍取り継ぎの栗田書店勤務など、 点々と職を変えた。家庭面では、妻、よしコが、社交的であったのに対し、科目、内向的でもともと性格の不一致があった。戦後、よしコがその性格を生かして、銀座のクラブで働き人気を得ると、夫婦間の祖語は、さらに広がった。また、結婚翌年に生まれた長男は、戦中の血液検査から別の男性とのことを分かって、悩み、 1951年5月に離婚した。吉子との間に設けた二男一女のうち、長男と長女は吉子が引き取った。ついで、七部地方出身の前田東吉の長女、吉子と再婚し、1952年、昭和27年に吉子との間に、長男交際を設けた。ただ、吉子との結婚は、戸籍上は、諸婚扱いとなるという陳事となった。 王皇族は、一般の戸籍でなく、王皇族府に入っており、また1947年の未来喪失により、戦災のヨシコや子女と共に在日朝鮮人となった、ものの、日本に在住していたため朝鮮籍への、集積手続きを取ることができず、さらに1951年と離婚した際にヨシコのみ、日本国籍に復籍するな、戸籍、国籍の変動の影響を受けたものである。 晩年は、家族で、埼玉県与野市内の市営住宅に暮らしつつ、戦前からの車好きを受けて、日本クラシックカークラブ、CCCJ の会長を務めたほか、自動車関係の執筆も行った。1990年12月21日に死去した。浦和市で行われた通夜には、陸軍で、同じく騎兵家であった、三笠宮隆人新能が出席した。 戦前から戦中には自動車愛好家として知られ、イギリス製スポーティカーアルビススピード20やアメリカの超高級車ピアスアローの大型リムジンやオールズモビルなど多数を所有ていた。これが起源となって1970年代後半、日本クラシックカークラブの会長に押され、死去まで務めた。戦災、聖子、義子との間に、長男の沖次男の義長女、 春子の二男一女を設けた。沖、き、ぎ、はる子は、1947年にそれぞれただ金さ、秋子あきこに改名した。離婚により、長男と長女はよしこが引き取り、次男は、健一が引き取った。次男金谷は、健一の再婚相手、よしこの父、前田東吉の養子となっている。1955年、健一と同様に、日本国籍を取得した。 5歳、よしことの間には、一難の交際、他二女がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。